また随分とすごいな、活気がありますね。この辺は日本食レストランを求めてさまよってるんですけど、なかなか見つからない。あ、ここすごいな、ショッピングストリートだ。へえ、お、アルディあるよ、アルディ。あそこにね、ドイツの、僕はダブリンでもよく行くアルディがスーパーマーケットがあります。あそこで買い物して帰るのもいいけど、ちょっとお店を、食事のお店を探してみようと思います。あ、この通りすごいな。へえ、はい、アルディ前です。ロンドンではですね、テスコに2日連続で行ったんですけど、ここではアルディですね。帰りによってここで買い物して帰りたいと思います。ちなみにこのアルディの隣にあるこの TK Max、 ロンドンにもありましたね。はい、これはダブリンにもあります。というかダブリンにあるもの多いな、本当に。ロンドンにあるものがことごとくアイルランドにあるっていうのが今回の旅でよくわかります。だから普段まあアイルランドにいますが、ほぼイギリスと同じような生活をアイルランド人は送ってるんだなっていうのがすごく感じますよね。なんかね、生活の感じがすごく似てるんですよね。まあ何日か旅をしてるだけですけども、イギリスはすごくそれは感じます。ここはなんかちょっとしたショッピングセンターっぽいですね。でですね、テスコをなんと見つけました。まあちっちゃいやつですけど、ここはですね、駅が2つぐらい固まって集中してるんですね、この辺に。だからこういう感じなんだな。すごいお店が集まってます。さあ、というわけでちょっとね、店舗で、日本食レストラン見つからなかったんで、さっきのショッピングセンターの中入ってフードコートみたいなところでベトナム料理屋のこれを頼んでみました。なんかチキンの、ライスとチキンと野菜が入ってるやつです。いただきます。いやー、美味しかった。マジで美味しかった。もうね、日本食がなかったんで最悪タイ料理とかでいいやと思ってたんですけど、ベトナム料理屋見つけたんで、まあテイクアウトのねお店ですけど、ベトナム料理食べてきました。あんなにだって安くてね、 5.5 ポンド700円ぐらいですかね。あれでこんな美味しいんだったらすげえいいな。なんか食事は今回当たりばっかり引いてますね。なんか安い、全然高くないものばか食べてますけど、まあ、初日のマックはちょっとねあれですけど、昨日のお寿司もね美味しかったし、いやー良かったです。なんかベトナム料理っていう感じはしなかったけど、でも確実にアジアの味がして、僕がもうずっと何ヶ月も欲してたものをなんかここ数日で食べれてます。明日もなアジア料理がいいな。なかなか日本から ロンドンじゃない、まあ、ロンドンとかマンチェスター来る人でわざわざ日本食を食べるって人がいないと思うんで、ちょっと参考にならなくて申し訳ないんですけど、ちょっとどうしてもアジアの 味にちょっと憧れてたので、2日連チャンアジア食を食べました。でこれ今ショッピングセンターですけど、この中にさっきのアルディが入ってるんですけど、ちょっとテスコに寄ってみようかなと思って、アルディやめてまたテスコで、買い物して帰りたいと思います。ショッピングセンターの中すごい人です。はい、夜のマンチェスターです。撮っときます一応。